ポール・スティーブンス・オッテリーにはアメリカ合衆国の実業家、元インテル社長兼最高経営責任者、サンフランシスコ出身、イタリア系アメリカ人。1972年にサンフランシスコ大学で経済学の学士号を1974年にカリフォルニア大学バークレー校で経営学習士号を取得。1974年にインテルに入社。 1980年代は IBM のコンピュータにインテルのマイクロプロセッサを採用させるのに成功。1990年代はマイクロプロセッサ部門のゼネラルマネージャーを務め、1993年のペンティアム発売を指揮した。昇進を続け、2002年1月には社長権最高執行責任者に就任。2002年5月に取締役に選任される。 2005年5月18日、クレーグ・バレットに代わり、インテル5代目 CEO となった。2004年4月からは、グーグルの取締役も務める。2017年9月現在、グーグルの親会社であるアルファベットの社外取締役である。2007年、中国の大連市に30億ドルで半導体製造工場を建設する計画を発表した。ありがとうございます。